こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きの解説をしていきたいと思います。戊辰戦争の続きです。読み上げていきます。奥羽民衆の荒廃。これらの戦争においても、現地の民衆が自分たちの藩主、領主に味方せず、かえって政府軍を支持したことが、政府軍の勝利の最大の条件となった。民衆が部隊を作って大羽越軍と戦った例がいくつか分かっている。その代表的な一例を挙げようということです。新政府軍と大羽越列藩同盟が戦うんですけども、民衆が新政府軍を支持した資料がたくさんありまして、それが戊辰戦争の新政府軍側の勝利の条件になっていたってことですね。7月28日、二本松城が落ちると、隣の福島藩主はまだ政府軍の攻撃を受けないうちに逃亡し、福島には支配者がいなくなった。すると民衆が蜂起して打ち壊しをした。そこで仙台藩兵が福島を守ることになり、8月3日、瀬ノ上駅から先方の三小隊を福島に進めようとした。ここからが引用です。しかるに駅中農民1000人ばかりたむろしおる。これ一騎の百姓どもなり、それに構わず進みゆくところ、一騎の者どもおのおの槍、鍬、鎌を手に持ち、敵対に及ぶゆえ、やむえず彼と戦を始む。小観察須田健吉、平田小四郎、宮代七三郎ら、刀を抜き自ら戦う。24人を切って囲みおいず。賢吉、討ち死にす。兵を引き上ぐ。従士、二人、死傷あり。右につき大腰の兵を繰り出す。夜に及べり。二本松城が落ちてから、福島藩主、隣の藩主が逃げちゃったんで、支配者がいなくなったんで、仙台藩兵が入ってきて、福島を守ることになったら、福島の領民は、仙台藩兵に、一騎を起こしたんですね。打ち壊し一騎を。それと戦う羽目になったってことですね。で、続きです。この翌4日、暮れ方、福島の農民ども、敵の隣により現一騎起こり、昨日我が選手のせいに敵対したその人数なりしや、背の上まで押し寄せきたりぬ。別種組打ちて、これを退く仙台藩家老、石茂田来氏の日記。政府軍もしばしば民衆を略奪し、婦女を暴行して民衆の恨みを買った。現代に至るまでもその恨みは親から子へと語り継がれているところさえある。しかし大体においては政府軍の方が大羽越諸藩軍よりも民衆を引きつけていったということです。結局まあ仙台藩兵と戦って翌日にも一騎が起こって数が増えたってことですね。で、政府軍も略奪したんですけども、まあ、大羽越列藩同盟、まあ、民衆から支持がなかったんですね。それは、会津藩はとりわけ身分制度が厳しくて、人材登用がなされなかった。まあ、薩摩藩はね、実力に応じて人材登用する、してたんで、西郷隆盛とか大久保利通とか必ずしも高い家柄ではないけど、抜擢されたんですけども、会津藩はそうじゃなかったっていうのが言われてるそうです。まあ、なんで、民衆がそんなに旧為政者の方に、まあ、義理を感じてなかったんでしょうね。で、続きです。例えば前期の石茂田来氏日記には仙台藩情報将校の次のような報告を載せている。仙台ご人数はいつもご迷惑相なる次第は敵方にては農民をよくなで候ゆえご人心の方に慣れ従う習いにて政府軍は住民に物を賜りたりなどするために住民は政府軍に感動を教え先般のことを訴え出るゆえに政府軍はその計時に応じて将に属せり。まあこれ訳しますと、仙台藩の人は傍若無人だから切られてると。
で、新政府軍は農民に、物とかくれたりするんで、あと新政府軍が統治すれば、税金免除するって言ってたわけですね。それは赤報隊の相良総三が言ったようなこと、言ってたわけですよ。そうすると住民が政府軍に、抜け道、その戦争で使う道、ショートカットを教えたり、仙台藩のことを内通して、情報、ばらしたりするんで、政府軍は、勝ってると。で、仙台の人数は、遊女に溺れ、酒興に乗じ、満言を吐くなどして、大いに民心を失い、候様子なり、大切の御場合につき、恐れはばからず、たまわり、候まま、申し上げ候。仙台藩の人は、遊女に溺れ、酒ばっか飲んで、偉そうなこと言うから、民衆の心が離れてるということを、これ、仙台藩、上皇将校が、仙台藩の家老に伝えたってことですね。で、続きです。また、米沢藩の記録には、同藩兵が庄内領民の一揆に悩まされたことが見える。越後、長岡藩でも同様のことがあった。越後では当時、誰言うとなく、薩長が天下を取れば年貢3年間免除されると伝えられ、農民の期待を集めた。長岡藩が戦争のために軍部を徴発すると、その事務をした名主らの中に軍部の給与を横領するものがあった。地主と小作の階級分化が進んでいたこの地方では、かねてから小作人の不満が積もっていたが、右の名主、かっこ地主の不正事件が暴露されると、5月下旬から7月上旬にかけて、越後西蒲原郡の長岡藩領一帯に大打ち壊し一揆となったということです。長岡藩では、農民を軍役に徴発した時のその給与を、横領する地主が 現れて、小作人たちがね、徴兵されてんのに自分の給料横領されてんで怒り出して、打ち壊しが起こったということですね。で、続きです。しかもこの時は長岡藩が新政府軍との決戦の最中で、藩はうちの一揆民衆と外の政府軍に挟み撃ちされる格好となった。打ち壊し残ったのは長岡城初度の落城の時で、民衆情勢をつかむ鋭さを民衆の情勢をつかむ鋭さを示している。やがて長岡藩重役河合継之助らが城を奪回するが、領民に背かれて、交戦も虚しかったということです。長岡藩は一回、新政府軍に長岡城を取られちゃってんですね。その後奪回したんですね、河合継之助っていう、今、戦犯峠っていう司馬太郎の小説の、主人公になってて、役所広司主演で映画化されてまして、私も先日、6月末ぐらいに長岡に行ってきたんですね。今年は長岡の花火大会もあるらしいんですけど、コロナが蔓延しちゃってんで、できるんですかね？来週ぐらいに。私も一度子供の頃ね、長岡の花火見に行ったことあるんですけど、すごかったですけど。長岡城って今、青折れって市役所になって、市役所とかコンサートホールになってまして、その跡地見てきましたけども。行くとね、やっぱり、いろいろ興味が湧いてきて、河合継之助記念館も見てきたんですけども。河合継之助は別に民衆に支持されてなかったってことですね。一回奪還したんだけど、最初の長岡城落城の時は、一揆が起こっちゃってて、外から新政府軍、内から一揆が起こって、で、八丁沖ってなんか沼地から攻撃してね、城を奪還したんですけど、その後また新政府軍、山縣有朋とかね、西園寺公望ですよ。最後の元老だった西園寺公望が、そこに長岡城奪還したんですね。という話になってんですけども、とにかく何が言いたいかっていうと、長岡藩の民衆は別に河合継之助を支持してなかったっていうか、新政府軍に気持ちが動いてたと。そこに民衆の情勢をつかむ鋭さがあったっていうことが書いてあります。で、続きです。百姓一揆だけでなく、草莽の死が農民を動員して藩主に抵抗した例も知られている。例えば6月3日、越後の柴田藩主が
列藩同盟に参加するため新津駅まで行ったところ、大庄屋の信吾なる者が農民部隊を率いて道を遮ったので藩主一行は先へ進めなかった。まあ、柴田藩って新潟市の、あの北の方ですね。ここの人たちが、まあ本当はね、柴田藩の人たちが長岡とか行って新政府軍と戦うっていう予定があったらしいんですけども、結局農民たちが自分で部隊を作って遮ったんですね。でそういうことがあってね、結局長岡藩また長岡城落城しちゃうと。ほんで戦意も喪失していくんですね。で奥羽列藩同盟はどんどん敗勢濃厚になっていっちゃうと。で米沢藩では柴田藩を当てにしていただけに、その負担は大打撃になった。また三春藩では後の自由民権運動の大立て者の一人河野弘中、かっこその地方の大商人の子は、藩主が列藩同盟に参加したのに反対し、農工商を論説有志を募って規制隊という隊を作り、藩をして早期に新政府軍に降伏させた。その後河野らは土佐藩部隊に加わり会津攻撃に参加した。後年板垣退助らが主導した自由民権運動に河野がいち早く板垣の参加に参ずる措置はこの時にできたということです。三春藩の河野弘中っていう人がいるんですね。これは自由民権運動の重要な活動家で、私は最初に知ったのは、丸山さんの超国家主義の論理と真理に河野弘中のことを書いてありますね。この人は、三春藩から出てですね、大商人の子だったんですけども、もう率先して寝返ったっていうか、奥羽列藩同盟に藩主が参加するのに反対して、自分で規制隊っていう隊を作って、新政府軍に参加して戦ったんですね。で、その時、まあ、板垣退助。まあ、板垣退助ってその後、白川口の戦い、責任者ですけども、土佐藩ですね。板垣シストも自由はしてずで、まあ、この後、士族たちがね、明治維新終わった後、職がなくなってあぶれて、で、自由民権運動ですね。薩長新政府が有志先生だって言って、全然デモクラシーじゃねえんで、板垣退助だって自由民権運動を起こすんですね。で、まあ自分たちで憲法を作ろうとする。まあ国会開け運動ですね。憲法を作って国会開け運動をやるんですけども、まあその時河野弘中、一番最初に、あれですよ、板垣退助と一緒に活動したってことですね。だから後の自由民権運動の元が、まあ福島でもね、あれですよ、自由民権運動がすごい盛んになるんですね。で、それはなぜかっていうと、板垣退助が、まあ、新政府軍として攻め込んできた時に、まあ、河野弘中みたいな人が、同調して、新政府軍に参加したからですね。で、続きです。この種の例は至るところにある。江戸海上までは、東山道軍の参謀長、会津攻撃には白川口の政府軍の参謀として、明治元年の内乱の新政府諸軍の中で最も困難な部署を受け持ち、民心の獲得に最大の苦心をした板垣退助は、会津落城の際、春以来の長途の遠征で疲れ切っている彼の部隊がどうして自分の根拠地にいる会津藩軍に勝てたかを自問して、このように自答している。まあ、新政府軍って数が少なかったんですね。700人ぐらいしかいなくて、白川城、の攻撃か、東北戦争の時は相手が2500人、白川城にいたのに700人で城を落としちゃったんですね。で、なんでこんなことができたかっていうと、まあ民心が新政府軍になびいたからですね。で、これは板垣退助の言葉です。兵を進めて会津に入らんとするにあたり、自ら思えらく、会津は天下屈指の夕飯にして改善に民富む。改善にして民とも。まあ、会津藩ってね、早くからその民政っていうか、そのなんか、まあ、星名正幸っていう、なんだっけ、まあ、名将がいてね、この人が、まあ、藩を改革してたわけですね。で、もし上下心を一にして持って国、各藩主に尽くさば、我が5000未満の官軍、いかんぞ、容易にこれを下ろさんや。
兄、はがらんや一般の人民や妻子を伴い家財を携え、ことごとく司法に逃れて、一人の来たりて、我に適する者なきのみならず、やがて翻って我が手足のようをなし、賃金をむさぼりて天として恥ざるに至る。まあ、民衆はすぐ逃げちゃったと。会津藩攻撃したらね。で、さらには、率先して賃金をもらえば、味方になってくれたと。手足になってくれたと。で、これ要するに、その楽を共にせざる者はその優を共にせざるゆえにして、国滅ぶるに及んでわずか3000の士族のみに、これに準ずるがごとき、ついにこの利、ほかならざるなり、ということです。まあ、一緒に、まあお金とか、もらわないと、戦ってくれないってことですよ、民衆もね。利益がなきゃ、一緒に戦ってくれないと。忠誠だけで、まあ、武士はね、士族は忠誠のために藩主と一緒に戦うでしょうけども、民衆は、利益で動くと、いうことです。で、民衆が藩主を支持せず、帰って官軍を支持したから、3000の士族だけが、かの白虎隊のように、白虎隊ってのは少年予備兵ですね。この人たちはまあ、自決しちゃうんですね。城が落ちて、落ち延びて。で、白虎隊のように、霧島昇の白虎隊っていう歌があるんですけどね。それはどうでもいいですけど、霧島昇さんっていう歌手がいいんですけど、戦前の。白虎隊っていう歌があってね、なんか、YouTube で見たことあるんですけど、すごい歌ですね。白虎隊のような少年までも壮烈に戦って、前津藩はついに官軍に勝てなかったのだ、と、板垣参謀は考えにふけるのであった、ということでした。まあ、板垣大輔はやっぱ民衆の支持がなければ戦争に勝てないと。まあ、その後はね、自由民権運動で民衆の支持をまとめて、薩長、有志先生、薩長の独裁体制に立ち向かっていくんですけども。ということが、この後、明治の中頃に起こってくる、ということです。で、最後なんですけども、私前回のお話で、調べてなかったんで、お話できなかったんですけど、会津庄内藩が、蝦夷地、北海道プロイセンに売却しようとして、売却っていうか、99年租借することによって、資金を援助してもらおうとしたっていう話がありまして、これが2011年から2013年に、ドイツから資料が出てきたんですね。で、ビスマルク宛てにですね、その、蝦夷地を貸すから、港とか貸すんで、金を貸してくれって言って、その会津藩の武器商人のスデルっていう男がいるんですね。オランダ人っていうかドイツ人なんでしょうけども。まあ、彼を仲介にして、資金を、手際を受けようとして、まあ、最初はビスマルクが、まあ、断ったらしいんですけど、後で3週間後に意見が上がって、OK しようとしたら、その返償が阻止されて、売却の話が保護になったと。ということですね。長期戦になってれば、もしかしたら蝦夷地が咀嚼されてしまったんじゃねえのか説があるっていうことが、今最近の研究、この本はちょっと古いんでね、多分1970年代ぐらいに出た本なんで、まあそういう話が出てきたんですね。まあその詳しいなんか書いてある記事は、説明欄にリンクを貼っとくんで、NHK でやってたらしいですね。発見戊辰戦争幻の東北列藩プロイセン連合ってね。2011年やってた。またなんか、再放送してくれりゃいいんですけども、NHK のアーカイブスで見れるのかな。まあ、またね、こういうの、再編集して NHK で放送するかもしれないんで。最近ね、外国勢力がいかに明治維新にかかってたかっていうのも、わりかし、ちゃんと、研究して発表するようになったんで、あんまりそれをやると明治維新が何だったのか、もう明治維新が南北戦争の武器の残りで行われたってこと自体でもがっくりするなんかがあるんですけども、まあ、北海道プロイセンに貸してたら昭和40年までプロイセン、まあ、ドイツのものになってたっていう契約ですよね。まあ、その間にドイツ帝国も崩壊しちゃうしね、第一次大戦で。その後、ナチス、ドイツも崩壊して、第三帝国もなくなってるんで、まあ、そんなことは起こり得なかったんでしょうけども、ビスマルクのね、プロイセンと交渉してたってことですね、会津藩、庄内藩がね。
まだドイツ統一してないですからね、プロイセンですけども。私、ビスマルク体制っていうお話してるんでね、ビスマルクはそのいかに優秀な宰相で、勢力均衡、バランスオブパワーっていう政治をやったかっていうのは、再生リストに入れてあるんで、まあ、それとともに、まあ、日本、会津藩、庄内藩がビスマルクと交渉してたっていうお話です。お話でした。まあ、1968年の7月、8月頃の話ですね。ということでした。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。